はい、イオンマサトです。本日はね、11月下旬現在の光明寺の紅葉の様子をお届けしたいと思います。ちょっと逆光の影響で、動画が真っ黒の状態になる可能性はありますけども、天気がいい証拠ですしね。今回のリポートをしていきたいと思います。前回11月中旬のリポートの時は、ここはイチョウももみじも綺麗に咲き、紅葉してたんですけどね、現在はもう落下し終わっています。今この木々にはもう全くほとんどというよりか葉がありません。ここのところだけはもうすでにね、もう冬になってますね。再び前回と同じように撮影してるんですけども、11月中旬と比べたらさらにもう葉が終わってますね。紅葉も終わってます。やはり11月中旬の時に撮影した時点でもうここのエリアは盛りを過ぎてたんですね。こちらのもみじも同様ですね。もう終わりを迎えております。第一階段の方にこれ映像を映してますけども、もうさすがに下旬となりますと、もみじの落葉が盛んになってまいります。この石畳の方ももう落ちて、もう数日経ったもみじが石畳の間に挟まっております。ところどころにどんぐりがありますね。どんぐりも一緒にこの石畳の下に落ちてるんですね。前回と同じところから撮影していますけども、前回は山科の方までは山筋は見えませんでした。もう今回はね、空気もいいのか分かりませんけども、遠くの方までずっと見渡すことができます。しかし現状となりますと、前回撮影したと同じ場所なんですけどね、前回と比べたらもみじの色も欠けてるし、もう終わりが早いんじゃないかなという印象がありますね。けれども他の広葉樹はまだ青々としております。またまあ松とかなどの針葉樹もありますけども、こちらの方は落葉しませんので、冬でも鮮やかではありませんけども緑が生い茂っております。第一階段と第二階段の間の付近に来ているんですけども、この辺りのもみじはもうすっかり終わってますね。もう鮮やかな雰囲気は全くありません。まあこの頃に観光で来られた方にはちょっと残念な感じがしますね。でもメインディッシュのところはどうなってんのかも私もまだ把握しておりませんので、がっかりしてるのですね。
見ていってください。本堂に向かう階段に参りました。先ほどの第一階段と同じように落ち葉が石段に食いつくってますね。くっついてますね。やはりこの10日間の間にこの辺りのモミジやきれいに紅葉して、そして落ち葉となって落葉していったんですね。この辺りは春になりますと餅ツツジというツツジが咲くところで有名な場所でございます。とはいっても餅ツツジはあまり馴染みの薄い花かと思われます。前回このモミジはね緑一色だったんですけども、やはり下旬となりますと紅葉していくんですね。まあここのモミジは黄色く紅葉していくんですけども、ちょっと微妙な雰囲気ですね。もう 2,3 日早く行ってたらもっと綺麗になってるかと思われます。本堂前の小さなもみじの木ですね。こちらの方はねオレンジ色に紅葉してますね。ようやくまともな紅葉を見ることができました。やはり下旬ともなりますと例年通りに少しずつ終わりを迎えていくんですね。今年はちょっと秋が早いかと思われます。こちらの方ももう盛りは過ぎております。本堂前の防火水槽前に来ているんですけども、まあここの防火水槽はね、まあ平成になってから地下式になりましてね、まあこうやって苔の絨毯になっちゃってますね。コンクリートの防火水槽ボックスが本当に風情がいいですね。まあここのところはもともと池型だったんですね。で地下化されたのが昭和末期から平成初めらへんにかけてなんですね。もうこの防火水槽はもう30年ぐらい経ってるかと思われます。まあマークを見てもね分かる通り、これは長岡京市オリジナルタイプなんですけども、これはまあ平成の入って数年後にできたと思われるマークなんですけどね。まあ昔はもう普通のタイプだったんで、私もこの辺は近寄りがたいエリアでした。と言ってもまあ当時池型でしたからね、この看板はなかったかと思います。まあでもオリジナルになってからはこうやって見れるようになりましたけどね。
まあ自然物と人工物のね兼ね合いがいい場所ですね。とは言っても11月中旬頃ここの辺は撮影しませんでしたから、ちょっと綺麗なのは映せないのがちょっと残念かと思います。本堂前に着きましたけども、まあ本堂はいつも通り立派ですね、ところが本堂周辺を見渡しますこと、まあ臨時売店はこうやって賑やかなんですけども、肝心な紅葉が以前と比べたらありません。こちらの除夜の鐘のと防火水槽の間にあるもみじがわずかにあるだけっていう感じなんですね。やはり今年は早いです。例年でしたらこの辺は真っ盛りなんですけども、やはり今年は早いですね。阿弥陀堂付近なんですけども、やはり中旬と比べたらもうちょっと寂しい感じがしますね。だいぶ盛りは過ぎてるかと思われます。とは言いましても紅葉を見たさに参拝してくださる方が大勢いらっしゃいます。前回撮影した時はこの辺は綺麗だったんですけども、今回は終わっちゃってますね。まあ名残惜しみ、名残もみじを撮影してまいりましょう。墓地参道の入り口付近なんですけども、画面を大きくしますと柿が鳴ってます。これはもう光明寺の大事な、まあなんて言いましょうか、食べ物なんでしょうね。とは言ってもまあ大半はまあ動物の食べ物になってしまいますけども、落ちた柿をね拾って食べられたらいいんですけども、参拝する人にそんな人いらっしゃるんでしょうか。まあこれから冬になりますからね、鳥さんにとっては不自由なく食べられるんじゃないでしょうか。まあ大半は人間が食べてしまうかとは思いますけども、どうでしょう。さあいよいよメインディッシュのもみじの道に参りたいと思います。ここまでねモミジのリポートしてるんですけども、綺麗なモミジはすでに終わりを迎えてしまってたんですけども、いよいよこれから入る場所は光明寺の
もみじのメインディッシュのところでございます。ここのところはバランスがいいですね。いよいよ本格的にリポートできる、そんな気がします。本堂と比べたらこの辺りはこれからっていう感じがしますね。映像がちょっと眩しすぎて申し訳ありませんが、下降りて散策してまいりましょう。先ほどですね、ここでもみじ絨毯で撮影してる家族の方がいらっしゃいましたけども、やっぱ落葉したもみじも結構綺麗ですね。あ、上覗くとうん、結構綺麗ですね。まあ本格的にありますからね。これだけではありませんで、徐々に見ていきたいと思います。